はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は、生物と無生物の間です。文人生物学者、福岡慎一先生の名著。まあ、初読みでしたが、すごく面白かったです。まあ、多くの人にね、読まれる理由がわかります。著者は子供の頃、トカゲの卵を孵化させようとしながらも、まあ、出来心で殻をね、ちょっと剥がしてみて、中でトカゲの赤ちゃんがうずくまっているところを見つけました。 よしよし、順調に育っていると思って、殻を接着剤でつけましたが、その後、トカゲの赤ちゃんは腐っていき、卵が孵化することは二度とはありませんでした。まあ、そんなね、苦い経験を持つ福岡先生は、生命の本質をズバリこう言います。生命の本質は、動的な平行状態だと。動的な平行状態とは一体どういう意味でしょうか、まあ、先生は、 海岸に作られた砂の城に例えます。海岸に作られた砂の城。普通なら時間が経てば、いずれね、崩れ去ってしまいそうなのに、その砂の城はずっと変わらず姿を保っています。実は、砂の城の周りには、砂の精霊がいて、砂の城がちょっとでも崩れると、新しく砂を持ってきて、それを修正しているんです。そして、 砂の精霊自身も他の砂の精霊の手を借りて崩れゆく自らの体を修正し続けてもらっている。そのため砂の城はいつまでもその形を保っていられるのです。なんともね、幻想的で非現実的な情景ですが、生命もこれと全く同じだと先生は言います。我々の体をね、構成する物質も常に絶え間なく 崩れていますが、それと同時に外から取り入れられた新たな物質で修復され続けています。1930年代にこんな実験がなされました。ネズミに微量のね、放射線を出すタンパク質を餌として食べさせ、その放射線の行方を追うことで、食べたタンパク質が体にどのように取り込まれるのかを探りました。結果は驚くべきものでした。なんと、 3日間の間にネズミの体を構成するタンパク質のうち半分が放射線を出すタンパク質にとって変わられてしまったんです。これこそが動的な平行状態です。我々の体は常に別のものと置き換えられ続けるが、全体の状態としては変わっていない。これこそが生命の本質だと先生は言うんです。 この本には蒸気のような生命の本質に関わる面白い実験や考察がたくさん紹介されています。コロナウイルスのために不本意にも有名になってしまった PCR 検査の仕組みもここには載っています。実はね、狙った遺伝子だけを大量に培養させられるという凄まじい技術なんです。生物がね、好きな方であるならば間違いなく楽しめる一冊かと思いますので、ぜひ、生物と無生物の間。 読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ